お疲れちゃんさらったです。今日ですね、今年のクララリーグ世界チャンピオンモハメドライトがね使っていました、こちらのスキラフリーズ、はい、やっていきたいと思います。ということで、つい先日ね世界大会が終わりまして、まあ、優勝がねライト、やっぱ強いしすごい、ちょっとこれ話し出したらまあ長くなるんで、まあ、短めにね。そして日本のね麦が、世界4位か、いや4位、でもすごいっすか、十分もうすごすぎるぐらいの成績ですから、いやーマジ素晴らしいですね。はい、ということで、まあそのまあ麦も使ってたしライトも使ってたし、他の海外プレイヤーも使ってたかな。なんか世界大会でやっぱこう上手い選手ってやっぱ高回転もうレベチなんですよ。てか、まあ、高回転が基本的にね特に上手いで極めてるんですよ、ライトも麦も他のプレイヤーも。だからその高回転に対して結構刺さりやすいっていうのが、それこそゴーレムだったりとか、あとはこのスケラフリーズのゴルナイだったりとかで、結構このゴルナイ系がなんか今までよりも多かったかなっていう印象がありましたね。まあ、その対策でもあると思うんですけど、ちょっと使われてたんでね、はい、今日はスケフリでやっていきます。でこれゴルナイなんですけど、ゴルナイの枠は基本的にいつもバルキリーとか、あとなんだろう、なんだこれ、変なデッキだ、まあ、バルキリーとか、あとなんだっけ、何も出てこない、スケキンとか、なんかいろいろ会話あるんで、いつも別にゴルナイ持ってなかったらバルキリーでいいと思いますね。さあ、ファイボのスパーキーかな、研究したいっすね。初めじゃ来たら終わるな。あー、キング起動警戒っすね。さあ、キング起動されたくないようなので、まあ耐えましょう。はい、まあ、基本的にマジで耐えるのがこのデッキのまあメインの立ち回りというかね、もう守って戦うんですよ。こんなのスケラいっぱい打つって感じじゃなくて、もう守ってスケラはね数回しか打たないぐらいのね気持ちでいきます。はい、相手がトレーニング使ったんですけど待ちます。はい、防衛ですね。こんなんね、フリーズだし、マズニク引いたらとか、ポイズン引いたら無理やんって思う人もいると思うんですけど、皆さんそんなことないんですよ。なんと世界大会、決勝かな？モハメドライト、マザニクポイズンのメガラム引いて勝ってましたからね。すごっつってまして。さすがにすごいやろと思ったんです。なので、丸々に勝てないとかはね、ないので。これね、頑張れ、いいよ。あー、ここ惜しいっすね。ワンチャンミニペとかで延命もしていきそうな気もするが、さあでも相手対空エレキだけなので、タイミング見てスケラも打っていきたい。そう、ここっすね。ちょっとボーラー打たれたくないので、ちょっと手前めにやってね。うい、まあ来るよね。で、ここを処理さえしてあげれば、あ、待って、ジャイがやべえ。さ、ジャイが結構、殴りそうだったので、耐えます。あ、だからエレキしか対空ないから、ドラドラを残せると熱いかな。うん。さあ、まあ、ここは一回防衛でもいい気がします。走れ。イースティー、厄介です。いや、真正面で角度ゲーできたっす。さあ、えぐいぐらい攻めてくる。お？自然とこのカウンターの流れ、いやーいやらしいっすね。焼け範囲、さあ範囲を生かして、角度も生かして守って。ゴーラって意外と火力あるんだよね。まあ、これはもう一回同じですね。打ってこの上のドラゴンで無双したい。しかもゴーラーの範囲で、いや、いいよ、よし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 、いや流れはいいね、流れはいいね、無理もしない。いや、このエリキはうまい。さあ、流れは完全に来てます。お、相手は世界を変えようとしてる。
いやー、その後の逆の攻めいやらしいですね。ちょっとエレキ使ってんな。え、これめっちゃきつくない？相手さあ、なんなら全部残ってる。あー、これはもう相手つらいっすよ。はい、さあ、ということでもう守って守って守りまくってね、鉄壁が持ち味なので耐えましょう。エレキの枠もアイスウィズとかもあるっすね。そういえばとか、このデッキはね、空3枚陸2枚ですけど、逆もあって空を2枚にして、まあ、例えばベビドラを抜きますと、でエレキインドにして、その代わり陸をね、なんか縦の戦士とかスケルトン部隊とか入れて厚くするっていうパターンもあるので、まあ、その辺がちょっと幅広いかな。まあでも世界チャンピオンがねゴルナイエレキだったんでその相手に刺さりやすいカードとかもね選んでると思うんですけど、世界チャンピオンがそれなら俺もこうするよって。さあ、スケルトン部隊、まあスケブもなんか多いっすね。ジャイスケラとかいろいろいるけど、はじめジャイスですね。エレキの強みはこの走る系を止めれるのがいいっすね。うん、さあジャイスケラかな、まあ、ジャイスケラ結構渋いっすね。ぶっちゃけはじめジャイスケラされるだけできついかもですけど、まあ、コウモリなのでトルネでコウモリとかしばいて耐えたいですね。耐えて耐えて耐えればインドの待つ、あれトルネで引っこ抜いちゃえばいいですかね。さあ、トルネでこうしないとスケルトンラッシュの処理ができないので、おー、マスク死んでろ、でかっ。あとコウモリ系がいたのでベビーも出して、ゴルナイ全然走らんな俺は。俺が操れるんかそれマジで。さあ、これは結構相手苦しいぞ。いや、ここは無理しないです。ダメージも入ってるんで、今スケルトンラッシュ打って相手に無視されて、はしまいジャイスケラでダメージ受けるの痛いんでね。いや、めちゃんくダメアド取ってんなこれ。どうしよう、ダメアドじゃない、エリアド、そんな取ってなかったのか。さあ、まあ、マスケコウモリか、守りっすね一旦。確定いいか、最悪ジャイ剥がせばいいか。うん、いやー、これは美味しいんじゃない。さあ、一旦守る。マジこのデッキの強みは守り。さあ、鉄壁すぎてもう相手もこのジャイを捨てるしかない。お、しかもエレキも冴えてくれた。引っ込めてもいい。いや、美味しいっすよこれ。さあ、マスケも冴えてるので、さあ、ここは行っても良さそうで、相手はそれをかぶせて、うまいっすねこれ。まあ、でも耐えてしまえば OK。 さあ、そう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 、耐える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 、危ない危ない危ない、後から取るね、後からフリーズでね、気合で。さあ、耐えてしまえば、いや、なんとかなるよと。いや、いい感じですよ結構。なんかね、なんかドラドラを残すのが結構大事かもしれないですね。あとはそれこそ相手がポイズン作用の時とかは、こうスキルトンラッシュ打ってもやっぱ防衛ポイズンされたりして入らないので、ユニットを固めるのが大事ですね。ユニットを固めてボーラードラドラエレキとかで組んでしまうと、逆に相手はその防衛にポイズン使わないといけないかもしれないですよ。だからそのユニットを固めたのにポイズンを使わしてから、スケルトンラッシュが刺さると。なんでスケラにポイズンか、それかユニットを固めまくってそこにポイズンかみたいな、どっちかにこうポイズン使わしてどっちかを刺すっていうのが、まあ結構ポイズン相手には大事になってくるかな。そんな感じな気がします。さあ、ダッククリ、ダッククリ多いな。耐えましょう、トルネとかすんなよ。おー、いやー、 JPP っすね。 JPP 結構辛いっすね。ちなみに陸域少ないんでね。
おー、違った。あってます。いや、でも JPP っすね。の枯渇のやつかな。いや、これめっちゃ守備っす、マジ。ガチで、100-0かよっていうぐらいきついっす、ちなみに。ファイブザップか、ボイザップかわかんない。まあ何がきついって小物系がちょっと強すぎるのでスケルトンラッシュとかに、ね、いやー前半は無理したら多分行かれるっすね。このプリンス系の受けと受けがもう渋いで攻めた時に小物系もいるので攻めトルネとか攻めフリーズが必須になってくるっす、まあ、とりあえず一旦序盤ダメージ刺さんないんでもう耐えることが大事っす、ね、もう耐えることに命をかけてください。で、あと待ちます、しっかり。相手の動きまで。いや、マジで。そのエレキやられるの渋いな。わあ、それやばい。いい、危ない。耐えた、耐えた。いやー、もう十分耐えてるっす。いやー、ここは一旦許可。許容の許。さあこっからっすね。マジで耐えて耐えて。いやーそのピンチやばいな。ちょっともったいないけど。痛い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 。いやーファイブかなんか飛んできそう。でマジでこれ逆サイまたプリンスコウモリですからね。あーマジでマジでこれ無理っす。いやこれは世界大会でも見たかったですけどこのマッチアップね。多分ライトでも無理っす。はい、まあ、今みたいなね、陸ゴリゴリ系は、ほんときついので、しゃあないかなと、思います。まあ、だったらどんまいぐらいかな。さあ、エレキ延命とかにも大事になってきそうな感じかな。さあ、待ちます。相手は、なんでしょう。このアルファ5ってクラウにいるんですけど、このアルファっていう人が、ウォールブレイカードリル。まあ、ドリルかな。ゴブドリがめっちゃうまいプレイヤーで、なんかずっと世界一桁とかいるプレイヤーのクラウなので、そこまで読むとドリルなんですけど動いてこないので違います。まあゴレかラバか同じようなデッキかな。動くメリットないですね僕マジで。うん、それこそやっぱエレキもボーラーもベビドラもやっぱキング移動されるんですよね。キング移動されちゃうとこのデッキは結構致命的なのでそういった面でも無理はしたくないです。ダークプリインドラか。これも珍しい。あ、エレジエレチンこれエレジャイですよの顔してるっすね。これも間違いなく、あれエレジャイですよの顔してるんですけど撃っちゃおうかな。なぜならインドラを使ったので。さあ、うまい。うまいんです。危ねえ。さあ、終わりました。対戦。グッドゲームです。全然違いました。ペッカスケラでしたね。これ。さあ、相手残りがペッカとスケルトンラッシュで。あ、俺、キング移動してんや、しかも。いや、勝ち確っすね、これ、マジ。さあ、スケルトンラッシュのダメージはもう通らないので。一旦下がってもらってしっかりユニットで受ければ、さあしっかりユニットで受ければ
大丈夫だと思ってるんですけど、さあ攻めちゃいます。ここで相手なんかザップ系がないっすね。そのまあ、LSP が一番の。よいしょ。さあこのダックプリとかも全部許容できるっすね。残りは耐えてしまえば勝ちなので、エレキもある。さあトルネードとエレキと頑張ってリセット系で耐えてしまえば OK。 さあペッカ出ずでしたね。相手はペッカ使う間もなく勝てましたよと。お互いね、スケラだったんで、まあ、スケラに LSP 入れるのが悪い話なんですけどね。さあラッキーですね。相手のベビドラのね、トルネからのファルチとかの金起動もうまかったですけど、さすがにコストなくて終わりましたと。 OK。 まあ基本的にもう相手に合わせて動いていくだけだと思うので、まあそれだと対空を残す、ユニット残ったらそのままカウンター、結構シンプルなんでね、することは本当になんか変な高回転とかよりももう守るだけなんで。さあこういうのも守るだけです。はい、後ろからまあ何でもいいんですよ。足遅いの出してあげて、まあ、トルネフリーズもあるので、まあその辺でね、まあ、ベビドラトルネとかになるかな今回だと。おお、さあトルネードで巻き込んであげて、ホモも使ってて小物系なんかクリストなんで打っちゃう。さあコウモリと、おお、おしゃれ、シャレオツスケバで来たっす。ベビー左向いていいよ。まあスケダッシュちょっと早かったかな。はい、もうワンテンポ待ってもよかったけど、まあまあ。さあということでゴレクロ、どっからどう見てもゴレクロ来たっすね。ダクネホバベビッショ、残りランバーがいるやつかな、なんかいたよね。さあなのでまあヤダメしかないと思うんで、もうこんなんインドラこんにちはっつって早めに溶かしちゃえばいいんじゃねっちゅう、知らんけど。でさボーラーベビで、これトルネード使うとね、あ逆サイにね、その瞬間ランバーベビークローンとかがあるんで怖かったんですけど、まあ、相手もヤダム使って、この試合はこの攻撃は一回諦めてるんですね。さあスケバレー、うん、まあここも結局ダメージ入ってるんで守ることに第一ね。まあ、逆サイホバっすね、マジ。逆サイホバからのスケバレからのほうがぐっちゃぐちゃにされるパターンですけど、相手がマジ同サイドにしてくれてるんで。さあもうフリーズもしてあげて、もう全ての範囲で、あんなエリキもなるよ。まあ、ここで延命してあげるよ。はい、よいしょ。さあこの守って残ったユニットが強いですよっていう。まあ最後僕もスケラー打てば勝ちなんで、あれ打ちゃよかった。さあ即しばきます。いやゴレクロとか久しぶり見たな。これはね、あクローンしてきたので、さあトルネード使ってあげて、いやさすがにこれはもう勝ったっしょ。これ負ける方がむずいぐらいのレベルじゃないですか。さあで残り物にスケラと、あとはトルネとフリーズ合わせてあげればカッチカチですね。 OK。 守ってるだけですね、本当に守ってスケラ打ってるだけなので、まあ、やることはシンプルですね。はい、さあということで世界王者ね、モハメドライト含め、まあ麦とかモルテンとかもみんな使ってるので、皆さんもぜひねこちらやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様です。